たじゃはお、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。さて、いや、でも建物ができると、すごい満足感あるな。壁までしかなかった時はちょっと不安が残ってたけど。というわけで、メインの方ですね。ダイニングルーム。椅子の背もたれを修復する。椅子の方はね、徐々に、 徐々に修復が進んでおりますが。あ、たまたまできる。でしょ。椅子を磨く。はい。磨く。手前の4つはもう仕上がったね、椅子は。それが来ますか。ちょっと待ってよ。えー、ちょっとだけ作り始めておくか。 えー、今日は無理だけど、作り始めておいても、まあ、まあいいかな。今日、あ、石鹸が、あれだから、石鹸まで作ったら、切りが良くなったら、石鹸できてしまった。 うん。キりが、まあまあまあいいかな <laughs>。いやー、どうしようかな。デイリーをどこまでやるか、よく迷う。五七五。7 5 えっとねあきってあったっけあそうかさっきいろいろ収めたからかまず熊でそしてそして うん。ナイフ、まあ。たまにはね、デイディちゃんとやっといてもいいかな。よし、イベント行くか。もう体力が半、なんか半分になったな。あんな取れないんだよね。ちょっとしたタスクでも。なんか忘れてこの辺は回収しとこうか。 あ、待って。もうあのフラッシュセールってさ、ダイヤ固定になったのかな毎日ダイヤなんだけど。<laughs> たまたまかなたまたまだったよね。さあ、そしてですね、ちょっと今、現状ですね。ガラスが、あと2つ足りません。ので、窯が、 まだできておりませんので、今日は多分、釜はできないかな。まあ、今日はですね、まあ準備の方をいろいろ進めて、まあコンパクトに終わっておきますかね。地元の食材を並べて売りましょう。えっ、ー、と、ドリンク。これの下か。ちょっと待ってよ。こ。からだよね。 あれ合ってる三ン、ホーピーサンデーサンデーだよのこれ。うん。あと一個だね。ホーピーサンデーを。ただね、多分ね、この、納屋のタップを最近サボりがちだったので、この、屋台が今不足しております。深刻な、 屋台不足。屋台これ最後の一個なんだよね。なんか三つ四つあったんだけどな。調子に乗っておったら、あっという間にね。でも今回のイベントはさ、結構作ったものをさ、 割とがっつりタップさせてくれて嬉しいよね。なんていうかあの、結構さ、イベントによってはさ、一生懸命一生懸命作った、あ、カートを作りましょう。一生懸命一生懸命作ったものをさ、あ、大きな車輪を忘れずにつけましょう。至高違う、至極のパンを集めましょう。はい。頑張るぞい。そう、一生懸命一生懸命作ったものをさ、 あのー、よしこれでタップできるぜってさ、タップ始めたら、なんか3タップで終わりとかだと、ちょっといっちゃうんだけど、3タップとかで終わると、こう、高む、高まった気持ちのやり場に困るというか、やるぞってなってるところをなんか、つか、掴むみたいな。 そんな感じがね。あるわけだけど。この2つ、ごめん、置いといてもよかったかもしれん。<laughs> 今出したのは失敗だったかもしれん。でも今日はね、あのー、アイテム整理とかするって決めたから。何やるっけえっと、これの MAX と。その前にこれが壊れる気がするな。屋台が。 多分ね。さすがにそんなにはもう残ってないよ。タップ数が。散々、この最後の一個叩いてるから <laughs>。と思うんだけどね。このさ、出てくるものの色味が、すごい絶妙で好きなんだよね。 こうちょっと、こっくりカラーというか、ほっこりするというか、色味が。 ってしま,ったまあまあ予想してはいましたがえー、どうしようかなこうかなで屋台作りたいんで まあ、多分使い切っちゃってもいいだろう。先にビネガーを作るか。ちょっと待ってね。意外と早かった。ちょっとワン回復だけしたら今日ここまでにしとくか。 いや本当、今月は、あれだね、ミステリーのタスクの方が、ちょっと進みがマジで、サボったなっていう感じの新行度段んだよね。明日はまあ、さすがにね、窯ができてるので、明日は進めますよ。無限を使って。 2つあったらねいいんだけどよいしょちょっとビネガーをね一個作ったら一個作ったら。 あと、もうちょいで、できる。よ。えー、っとね、もうちょい。 これでビネガーは完成。いや、一番下はちょっともったいないかな。これがあまりに余ったらいいんだけど。あまりに余ったらね。いや、でも何も進む。いや、でも明日は進むだろうしな。さすがに。いや、えっとね、今からは、 これですよ。えっと、屋台を作りたいんで、これを殴るしかないよね。これ、多分屋台からしか出てくる。いや、えっと、ここからも出るのか。スパイスボックスからも出る。まあでも屋台の方が、いるかな。いるかな あとは、板が出ることを祈って。全然出ない時もあるから何ともだよね。相当な運要素。え、でもどうなんだろう。なんか、それこそ100タップに1回とかじゃないかな。出るの。どうですかね。みんなの体感と違うかもしれない。 いっぱいになってきた、スペースが <laughs>。うん。スパイスラックを先にやるべきだったかな。いや、その前にガラスを。時短使う一 <laughs> 個ぐらいはいいかな。 とりあえずキープしてるうんまだだいやでもベリー美味しそうだなこの謎のホープベリーオリジナルの アイテムってちょっといいよね、こういうの。こう、現実にあるものだけじゃなくて、このオリジナルのアイテムを使って展開していくやつ。うーん。スペースが。 苦しいよしスパイスラックでも2つできたしできたしホープベリー合体してもいいかな悩むいやでも樽るができたらちょっとだけ出しといて 気持ちね。気持ち出しといて。これでいいか。で、多分、樽が、樽ガチャがね、来たら、一個はいるからね。樽のベリーが。樽 ?OK。樽のベリーが。一個はいい。あとは、我がやるべきことは、 あんまりも体力もないしな。時間まあまあ短いけど、今日はこんなもんじゃろ。樽ガチャがね、うまくいくときといかないときがある。いや、でも板出るかと思ったけど、出なかったな。ちょっとスパイス、続き作ってっか。 うん。これあれだよね。多分、これゲームを進めれば進めるほどというか、特に、こっちのシリーズとさ、こっちのシリーズ、組み上がるまでは相当な面積使うから、割と、盤面きつきつになりそうだね。レベル11まであるっていうのが。 割と、深刻なスペース不足をね、引き起こす。よし、じゃあ、ちょっと今回は短いですけどね、ここまでにしておこうか。これ、屋台を作って早くやりたいな。でも明日はね、多分、窯が出来上がってるはずなので、ち盤面整理した状態で、 釜を開けるところからね、やっていこうかと思います。このメインは、まあ、ちょこちょこっとやるかもしんないけど、まあ、しばらくは、まあ、緩やかに、多分明日は何もできてないかもしれない。もしくはこの一番右にあるタスクぐらいはやるかも、ぐらいかな。というわけでね、今回はここまでですかね。あ、こっち使ってもよかったかもね。今日の。 体力足りない分。よし。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。